はい、こんにちは。大阪市住吉区にあるリーハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は座骨神経痛の原因で多いふくらはぎの緊張ですね、がなぜふくらはぎが緊張すると座骨神経痛になるのか、その理由と解消する方法ですね、についてお伝えの方してきます。で、座骨神経痛がなんでふくらはぎが関係するのかというと、まず座骨神経痛で座骨神経っていう神経が圧迫されるんですね。で、この腰の背骨があって、骨盤があって、足があってですね。で、この腰骨から出てて、で、お尻を通って、で、これ後ろから見た人ですね。で、太ももの後ろを通って、で、ふくらはぎを通って、あの、足の方に行ってるんですね。で、このふくらはぎまで、ふくらはぎまでを座骨神経っていうんですね。神経と言います。で、まあ、同じ神経なんですけども、ふくらはぎよりも下は、で、ふくらはぎの後ろを通るのは、まあ、脛骨神経っていうんですね。まあ、それは座骨神経の延長やと思ってもらったら結構です。なので、こういった腰から、足まで1本のこの神経でこう繋がってるんですね。で、しびれが出るとどうなるのかというと、この神経自身がどこかしらで圧迫、ぎゅーっと圧迫される、圧迫されて硬くなってしまう、硬くなってしまうことで神経自身が伸ばされてしまうんですね、ぐーっと。で、ここで多いのがふくらはぎの筋肉、筋肉っていうのが硬くなると、ここの神経自身の距離を縮めてしまったりするんですね。要はギューッと縮めてしまう。で、ここが縮むとどうなるかというと、シンプルに考えて、ここまでの距離っていうのが要は引っ張られるんで伸びてしまうんですね。伸びてしまうと神経っていうのは実は伸びるとイコール痛みとかしびれにつながるんですね。座骨神経痛なんかはもう典型的で、圧迫されることによってしびれが出る。それはここで圧迫されて、ここが硬くなってギューッと伸ばされる場合と、ふくらはぎが硬くなって伸ばされる場合と2パターンあるですけども、特にふくらはぎが硬くて伸ばされるケース非常に多いですね。だからふくらはぎの緊張を取ってあげて、この圧迫してる要因っていうのをなくしてあげるってことによって、神経が正しい位置になるので、ここが伸ばされる要因がなくなる、なくなるので伸びなくなるから、痛みとかしびれが改善してくるっていうことが多いですね。なので、このふくらはぎを緩めると座骨神経痛解消につながるっていうことです。じゃあ具体的にどうやって緊張を取っていくのかというと、すごいシンプルなやり方で結構です。例えばちょっとここでやるので立ちながらしますけども、もう座りながらとか結構ですね。こういう形にして、で、ふくらはぎを上からぐーっと圧迫します。親指とこの人差し指のこの横のヘリでギューッと圧迫する。で、圧迫して痛気持ちいいところで足首を上下に動かす、上下に動かす、こうやって上下に動かすと痛気持ちいいくさらに感じやすくなります。これを上下10回やってもらって、で、上下10回やったらもう一回下がる、ちょっと下がってまた上下に10回、で、上下10回やったら、もう少し下を下がる。下下がって、上下に10回。これを、かかとの付け根までやってください。アキレス腱って言うんですけども、このアキレス腱も緩めてあげないと、ふくらはぎっていうのは緩まないです。ですね。これを上から下までやっていく。で、ふくらはぎの緊張を取ってあげるってことですね。こうやって緊張を取ってあげることによって、座骨神経痛っていうのは解消されやすくなります。なので、ぜひ、この動画を参考にしていただいて、実践して、あなたの座骨神経痛解消ですね、につなげていただければなと思っております。
はい、では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。